はい、今ていいです。こちらは2008年モデルの CAD9、通称 C9 ですね。こちらの方をお預かりしてきました。少しバイクの方を見ていきましょう。ロードバイク CAD9 C9 なんですが、アルミボディなんですね。非常に軽量化されている軽いアルミボディです。そしてこちらスポークはですね、ポストまで全部カーボンのスポークがついています。あとはシートポストも C2 って言いまして、アルミのシートポストにカーボン巻いてあるんですね。だからもうこれ全体的にすごく軽いマシンになっています。コンポはフル105がついてますね。タイヤはですね、マキシスの 23C700 の 23C がついてますね。でタイヤとチューブなんですが、まあ、一応空気が入ってね、抜けてはいないので、まあこのまま使えるかなとは思ってるんですが、ちょっとまあ古くなってね、劣化もしてるんで、もしかしたらこちらは交換するかもしれませんね。できたら25、28が入れば、ちょっと28ぐらいにね、しようかなとも思ってるんですが、まあ25ぐらいかな。入ってね、そんな感じです。STI なんですが、ちょっと残念なことにですね、このトップ側が空回り、スカスカで空回りして動きません。なので今ロー一番ね大きいとこに入りっぱなしですね。なのでこちらの STI をちょっとね、ラピッドファイヤーのように分解して整備するわけにはいかないので、できる限り注油をして調整して、それでもダメだったら交換かなっていう感じですね。ここちょっと大きな問題ですね。あとバーテープはまあ巻き直したらいいかなって感じなんですけど、交換するかもしれません。オーナーさんからは綺麗にして乗れるようにしてくださいっていう話なんですが、まあ見る限りねすごく綺麗なので、ホコリを取って、油分が回ってる部分はね硬くなってるんで、まあ綺麗にね、した上でグリスアップ注油をしていくと、まあこの辺のメンテナンスになると思います。ということでこれからメンテナンスと洗浄ねしていきたいなと思います。はい、ということで一通りバラしていきました。今回はですね、ボディをきれいにするのと、それとハンドル周りを少しメンテナンスするのと、ワイヤーグリスアップして、そして、クランク周りですねきれいにして、あとはですねこちら玉当ての方をしていこうかなと思っております。とりあえずバラシはここまでにしておきます。バラしたのはここにありますね。そしてチェーンの方もね洗浄していきたいと思います。はい、パーツクリーナーかけてチェーンを洗浄してるんですけども、2008年とは思えないぐらい綺麗なチェーンなんですが、それでもねほらこのホコリの塊とかね、油のこびりつきいうのがね一瞬で出てきますね。はい、だいたい綺麗になってきましたね。でこちら15年前の105リアリレーラーですけども、可愛らしいですね。こんなんで可愛らしいですね。プリにもねオイルを差しましたんで、くるくるっと回るようになりましたね。はい、ハンドメイドイン USA キャノンデール CAAD CAD9 通称 C9 ですね。綺麗になりました。あとはね部品の方を整備して戻していきたいなと思います。さあチェーンの方も綺麗になりました。でこの中の一コマ一コマがねちゃんとくるくる回るように綺麗に掃除をして、油分を取って再度オイルを挿していきたいと思います。チェーンがめちゃくちゃ綺麗になりました。頑張って磨いた甲斐があります。はい、ということで各種掃除をして綺麗に磨いていきました。綺麗綺麗になりましたね。これからグリスアップして元に戻していきます。はい、今回は綺麗だったので BB は外していません。でここにシマノのプレミアムグリスを塗っていきたいと思います。はい、筆に取りまして塗っていきます。
シマノ105の10速です。シマノの10速一番ちっちゃいのが 12T。 一番大きいのなんぼだろう。 28T ですね。じゃあこれも洗浄していきます。こんな感じでセットしていきます。広いとこを探そう。広いとこ、はい、ということで組み直せました。はい、ということでほぼほぼ完成をしました。今回クランク外してグリスアップして、そして後ろのカセットフリーム外して洗浄して、組み上げました。ハブは分解やめときました。玉当てをしようと思ったんですけども、しっかりとまだグリースが残ってるみたいな感じで回りますので、今回やめておきました。まあほとんどね、触るとこがないぐらい綺麗で調子がいいやつだったので、今回こんな感じにしとこうと思います。あとはチェーンに注意をして、こちらのねパーテープを直していきたいなと思いますね。ブレーキとかシフトのね調整の方もしていって完成かなという感じですね。キャノンデール C9 かっこいいですね。一コマ一コマ丁寧に油をさしていきます。キャノンデール C9 が仕上がりました。これでね快適で走れるんじゃないかなと思います。はい、ということでバッドフロッグウエストからお送りいたしました。まだまだね整備待ちがありますので、この辺もね仕上げていきたいなと思っております。それではまたお会いしましょう。じゃあね。